ガンユータ、平野翔、そして神宮寺裕太の3人がこれまでに見せてきた姿勢は、一貫して前向きであり、自己の成長を止めることなく挑戦し続けるというものだ。ガンユー太が、響ケアパッドの新しいイメージキャラクターに選ばれたというニュースは、多くのファンにとって喜ばしいサプライズとなった。この選出は、彼の指が美しく長いことで知られているというだけでなく、 彼が持つ清潔感や前向きな姿勢が商品と深く結びついているからだ。日比ケアパッドは手洗いや水仕事で薬が流れてしまうという課題に応えるために開発された新製品でありその進化を象徴する存在として騎士が選ばれたことは非常に意味深い。この製品は完全防水の素材で作られており指先をしっかりとガードできるため日常生活の中で使いやすく治療に対する新しいアプローチを提供している。 広告における騎士の役割は単なる製品の顔ではなく、その進化を体現する重要な存在だ。彼自身、ナンバーアンダーライン愛として活動する中で、新しい挑戦を重ねて成長し続けている。今回の単独での広告出演は、騎士がグループとしてだけでなく、個人としても輝きを放っている証でもある。彼のクリアで透明感のあるイメージは、 ヒビケアパッドが伝えようとしているメッセージとも完璧にマッチしており、このキャスティングがいかに的確であったかを感じさせる。振り返れば、騎士と同じくナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔も、数々の広告に出演し続けている。彼が、ムヒシリーズのイメージキャラクターに復帰したのも大きな話題を呼んだ。平野はさらに、サントリーの人、緑、SUI やデジタルハリウッド大学の CM にも登場し、 次々と新しい顔を見せてきた。特にデジタルハリウッド大学の CM では、後輩の相談に乗る先輩役を演じ、彼の優しさと落ち着いた雰囲気がしっかりと表現されていた。これらの広告出演は、彼らがただのタレントではなく、企業が伝えたいメッセージや価値観を具現化する存在であることを示している。平野が関わる広告には、自分を生きるという強いメッセージが込められており、 それが彼の広告出演は単なるビジュアル的な魅力だけでなく、その背後にある深い意味や共感が多くの人々に伝わっているのだ。ナンバーアンダーライン愛としての活動を通じて、彼らは一貫して新しい挑戦に挑み続けてきた。その中で彼らが広告に起用される理由は、ただ人気があるからだけではない。企業が伝えたいメッセージや商品が持つ価値を、 彼らが自然に体現しているからこそ、多くの企業が彼らに目を向け、広告塔としての役割を任せているのだ。例えば、今回ガンが選ばれた、日々ケアパッドのように、新しい商品やサービスは常に進化し、ユーザーの悩みに応える形で提供される。この進化というテーマが、岸や兵や、そしてナンバーアンダーライン愛のメンバー全員に共通する成長の姿勢と重なり、彼らの広告出演につながっている。 一方で、騎士や平野、神宮寺雄太の個々の活動が徐々に増えていることも興味深い。グループとしての活動に加え、個々の才能がより際立つ機会が増えているのだ。平野はすでに複数の CM やアンバサダーを務めており、その多方面での活躍は目を見張るものがある。騎士も今回の広告出演を皮切りに、今後さらに幅広い分野での活躍が期待される。そして神宮寺も、J リー・ブランド、 三木本の海外イベントや、元 g p 日本グランプリへの参加など、個人としての活動が注目を集めている。このように、彼らはグループとしても個人としても、多くの場面で存在感を放ち続けている。彼らの進化する姿勢は、広告業界においても強く支持されており、今後もますます多くの企業からのオファーが寄せられることだろう。冬が訪れる前のこのタイミングで、岸の単独広告出演というニュースは、 彼のさらなる成長と挑戦の始まりを予感させるものであり、ファンだけでなく業界全体にとっても大きな期待が寄せられている。広告においてタレントが果たす役割は年々変化しており、単に商品の魅力を伝えるだけでなく、彼らの個性や生き方が企業のメッセージと一致することが重要視されている。騎士のクリアなイメージや、平野のエネルギッシュで前向きな姿勢、そして神宮寺の洗練された雰囲気は、 それぞれれぞの広告で見事に表現されている彼らはただの宣伝ツールではなく商品の価値を体現し共感を呼ぶ存在なのだ。このような背景からナンバーアンダーラインアイのメンバーが広告業界で重宝される理由が明確になってくる。彼らは常に自己を進化させ挑戦し続けておりそれが企業の求める進化や成長とリンクしているからだ。 今後も彼らの広告出演は続くだろうが、それ以上に個々の活動がますます注目されていくことも間違いない。企業は商品の認知やブランドの向上だけでなく、社会全体に影響を与える存在を求めている。そして、そのニーズに依頼られる存在が、騎士や兵や神宮寺といったメンバーであることが、彼らの活動がここまで広がっている理由の一つなのだ。また、広告におけるタレントの起用は、 単に売上を伸ばすためだけでなく企業が社会に対してどのようなメッセージを発信したいのかその姿勢を明確にする手段でもある今回の響けケアパッドは既存の問題を解決するために生まれた新しい製品でありその進化を象徴する騎士の起用はまさに広告の目的を的確に捉えたものである企業はただ商品を売るだけでなく顧客との信頼関係を築くために こうしたタレレンントととののコラボーーショをを通じて、て深いいメッセージを伝えるることに注力しているのだ、このように、岸や兵や、神宮寺の広告出演は、単に彼らが人気者だからという理由ではなく、彼らが持つ個々の魅力や成長する姿勢が、企業のメッセージと深く結びついていることが大きな要因だ。今後も彼らの進化が続く中で、さらなる広告出演や新たな挑戦が待っていることは間違いない。 彼らの活動がどのように広がり、どのような影響を与えていくのか、ますます楽しみな未来が広がっている。ガン・ユータ、平野翔、そして神宮寺ユータの3人がこれまでに見せてきた姿勢は、一貫して前向きであり、自己の成長を止めることなく挑戦し続けるというものだ。特に最近の広告業界では、タレントが商品やサービスの一部を象徴する存在となり、 その生き方や姿勢が消費者に共感されることが重要視されている。この点で、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは理想的な広告等としての役割を果たしている。彼らはただの顔ではなく、製品の進化やメッセージを体現し、共感を呼び起こす存在であることが多くの広告キャンペーンで証明されているのだ。実際、騎士が、響けケアパッドの広告で見せた清潔感やプロフェッショナルな姿勢は、 ただ商品を手に取るだけでなく、その使用感や効能まで想像させる力を持っている。製品が進化を遂げる背景には、多くのユーザーからのフィードバックがあり、それに応じて商品が改善されてきたという事実がある。同様に、騎士自身もファンからの声に耳を傾けながら、事故を磨き続け、進化してきた。彼の個人としての成長が、響けケアパッドの進化とシンクロし、 それが広告に反映されることで視聴者や消費者に強く訴えかけている。また平野翔もその多面的な活動で企業から高い評価を得ている。今年に入ってから彼は数々のブランドとのコラボレーションを果たしその度に新しい顔を見せてきた。例えばサントリーの緑 SUI の CM では彼のエネルギッシュで自信に満ちた姿が強調され 彼自身のポジティブなイメージが製品の新鮮さや洗練された雰囲気と見事に一致していた。また、ワンジュンギョヘアーの広告では、なりたい髪、あなたの望む髪を実現するというメッセージが、彼の柔軟で自由な生き方と柔なり、多くの消費者にとって共感を呼ぶものとなった。平野のように、広告出演を通じて自分自身の価値観を明確にし、企業のメッセージとリンクさせることができるタレントは、 まますます重要なな存在になっている消費者は単に商品の魅力を知りたいのではなくその背後にある物語や哲学に共感しそれを自分のライフスタイルに取り入れることを望んでいる。その点で平野や騎士神宮寺が広告に出演することは単なるビジネスの契約以上の意味を持っている。それは企業と消費者をつなぐ架け橋となり信頼関係を築くための重要な要素となっているのだ。 さらに、広告業界全体がタレントの物語を重視するようになっている中で、彼らの活動はそのトレンドを反映している。企業が商品やサービスを宣伝する際、消費者が単に商品を購入するだけでなく、その商品を通じて自分自身を表現できると感じることが求められている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、それぞれが異なる背景やストーリーを持ち、その多様性が広告での成功につながっている。 彼らの生き方が企業が掲げるメッセージと完璧にシンクロしているからこそ、これほど多くの広告に起用されているのだ。特に近年、SNS やデジタルメディアの発展により、タレントの影響力はますます大きくなっている。ファンや消費者は、ただ広告を見るだけでなく、タレントの私生活や価値観に触れることで、より深いレベルで共感を得るようになっている。そのため、 広告キャンペーンにおいてタレントがどのようなメッセージを伝えるのか、どのような姿勢で商品と向き合うのかが非常に重要になっている。岸や兵や、神宮寺のようなタレントは、そのパーソナルな魅力を存分に発揮しながら、企業が伝えたいメッセージをしっかりと届ける役割を担っている。こうした広告出演の背景には、彼らが日々努力し、進化を続けている姿勢がある。グループとしての活動だけでなく、 個人としても成長を遂げている彼らは、常に新しい挑戦を受け入れ、それを成功に導いてきた。今回の棋士の単独広告出演も、そうした成長の一環であり、彼がこれからも多くの分野で活躍することを期待させるものだ。個々の活動が増えることで、彼らの新しい一面がさらに多くの人々に知られることになり、それが広告業界全体にも新しい風を吹き込むことになるだろう。